成田空港第2ターミナルシャトルシステムはかつて千葉県成田市にある成田国際空港で1992年から2013年まで運用されていた空気浮上式移動システムである1992年12月6日の第2ターミナル開業に最初導入されたターミナルのメインビルと279メートル離れたサテライトビルを自動運転により約1分で結び 制限区域内の旅客は無料で利用できた。旅客だけでなく職員等も使用するため、旅客取扱いがない時間帯も含めて、基本的に24時間運行されていた。シックの関係上、出発客と到着客を分離するために、ホームが分かれており、乗車は片道のみの一方通行で、一度移動した乗客は、下車後に反対方向へ折り返すことができない構造と、 なっていたが、後年になって、運用方法の見直しにより、反対方向への乗車も可能になった。ハードウェアは、日本オーチスエレベータ製のオーチスホバーである。本方式を用いた移動システムは、日本全国で唯一のものであった。2013年9月27日以降メインビルと、サテライトビル間の移動が動く歩道を併設した、連絡通路により行われることとなり、 同日付けで、シャトルの運行は終了し、後に撤去された。各シャトルに車輪はなく、代わりにエアーパッドの穴から噴出される圧縮空気により、約 0.1mm 浮上させて、摩擦をなくす空気浮上方式が取られた。車両の水平移動は、直径 26mm ワイヤーによる牽引によって行われ、巻き上げ機は本館側の上空上理に設置されていた。 二つのレーンにそれぞれ二台のシャトルが配置されており、レーンを共有するシャトルはケーブルカーのように同時に出発して、レーン上で行き違って運行された。レーンの両脇にはガイドレールが設けられ、横風や重量バランスの不均衡があっても支障なく運行できるようになっていた。ガイドレール下部にはシャトルへの電源供給用のパワーレールが置かれ、 ここで取得した 240V の電気によりドアや蒸気圧縮空気を送るブロワーが稼働していた。シャトルには乗務員が登場していなかったが、本館駅直下の監視室で監視カメラや電光パネルを使って運行制御やモニタリングが行われており、必要な場合には乗降客へのアナウンスもここから出された。非常時に備えたスタッフも乗降場に常駐していた。 当システムで使用されていたシャトル車両のうち2両が国道296号沿いにある空の駅、風は外芝山近くの公園に生態保存されている。当システムは新交通システムということで新東京国際空港公団を所管する運輸省航空局と協議し、同省地域交通局へ紹介した結果、空港内という設置状況など総合的に考慮し、 地方鉄道法には該当されないとの判断であった。公団では安全性については建物内付属の水平移動エレベーターとして捉え、建設省において建築基準法第38条の規定に基づく性能表情の審議を受け、1990年1月建設大臣より認可された。この関係でシャトル内にはエレベーター用の定期検査報告済み書が 掲示されていた。Wikimedia Commons には、成田空港第2ターミナルシャトルシステムに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。